これですね、河野談話ですね。平成の河野談話といえば、はい、もうろくでもないものですけど、はい、令和の河野談話が出まして、はい、河野外相、必要な措置講じていく、うん、徴用工仲裁異拒否談話全文ということで、まあ、その仲裁委員会、はい、これ日韓請求権協定にあるんですけど、うん、韓国政府が応じなかったので、談話を発表したと、はい、1. 日韓両国は1965年の国交正常化の際に締結された日韓基本条約およびその関連協定の基礎の上に緊密な友好協力関係を築いてきました。その中核である日韓請求権協定は日本から韓国に対して無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を約束するとともに、両締結国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締結国及びその国民の間の請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決されており、いかなる主張もすることはできないことを定めており、これまでの日韓関係の基礎となってきました、はい、にもかかわらず、それにもかかわらず昨年一連の韓国大法院判決が日本企業に対し損害賠償の支払い等を命じる判決を確定させました。これらの判決は日韓請求権協定第2条に明らかに反し、日本企業に対し一層不当な不利益を負わせるものであるばかりか、1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものであって極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできませんと、うん、でまあ、結局韓国が悪いということで、はい、日本政府としてはこうした状況を含め、韓国側によって引き起こされた厳しい日韓関係の現状に鑑み、韓国に対し必要な措置を講じていく考えですと、はい、でまあ、韓国もちゃんとやれよと、はい、いうことを求めているわけですね、はい、これ確かに、まあ、確認含めてなんですけど、うん、無償3億ドル、有償2億ドルっていう経済協力をしつつ、はい、朝鮮半島にあった日本の資産を放棄しつつ、そう、この日韓請求権協定、日韓基本条約が結ばれたわけで、はいはい、今になってさらにおかわりを要求するっていうこの韓国の異常さたるや、もう日本の財産を置いてきたことも言えばよかったのにね。そうですね、それ入れたらもうとんでもない財産ですよ、うん、まあ、北朝鮮には発電所もあるんだけどなんだっけ当時東洋一の発電所だっけ、うん、そういうぐらいでしょ、うん、だからもう本当に、そうそう、ノウハウも出してるし、そうなんですよね、とんでもないぐらいの、だってね、製鉄所の作り方とかだって全部教えてあげたわけだし、うん、だから本当とんでもない分ですよ、うん、はい、まあ、このね、河野談話が出され、うん、まあ、何らかの対策をしていくのかなということで、はい、まあ、輸出管理の見直しだけではなくて、うん、はい、何らかのことを、はい、まあ、逆にもやっていただきたいなというくらいの勢いですよね、はいはい、あ、もう河野太郎は、うん、ついでに俺の親父も間違ってたよって一言、河野談話、あれが間違いだったんだと、はい、あれを子供である私が、うん、撤回しますと、なるほど、いうふうに言えば、うん、もっと良かったな、僕だから最後、それは言えないですよ、でも最後、いや僕は河野太郎が信じれないのは、はい、最後そこで、うん、親父の否定してないっていうのが、はい、問題だなと思うんですよ。それでも大臣の立場じゃできないですよね。まあ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 。でもしかもこれ、いや、あれは慰安婦問題じゃないですか。はい、これは徴用工の話だから、ね、関係ないっていうのもあるし、はいはい、うん、まあ、どこで言うかっていう。はい、親父をかばってましたからね、昔、うん、だから安倍内閣に入ったから安倍さんの主張に合わせて今やってるだけであって、うんうん、そうじゃない時代は結構、うん、親父をずっとかばってましたからね、うん、会話。だから河野さんが万が一その総理大臣とかになったら誰もいなくなるわけじゃないですか、上に、となった時がちょっと怖いですよね。そうですね、どういう行動になるの。今だから、うん、そのまあ、安倍総理がいて、うん、そのまあ閣僚の中の一人っていう立場だから、はい、その政府の方針があって、うん、それやりますけど、じゃあ自分がトップになった時にどうなるんだっていうのは未知数だし、はい、ちょっと怖いなっていう、はいはい、ライアンさん、選挙終わりましたが、お隣の国関連でいろいろと話題豊富ですねと、うん、WTO ロシアの領海侵犯、まあ、これ竹島のことですね、うん、あと反日運動、月末には議員さんたちが来るらしいですが誰が対応するのかなと、
毎日話題に事かないとんでもない国ですねということで。いや、はい、確かにね、はい、あの韓国の日本総領事館に、うん、韓国人男女が侵入して身柄を拘束されたというのもニュースになっています、うん、もはやテロ行為になってきてるよね。そうですね。そういう、あの車をがね、あ、突っ込んだとか突っ込んだとか、はい、車突っ込むってもう、これはもうデスノートの矢上総一郎かっていう、ちょっとこのツッコミが分かるか分からないですけどもう絶対その日本政府はもうその大使をね、はい、戻しとかやるべきだよ ね、うん、そうですね。これぐらいの治安も守れないのかっていう、うんうん、これプサンの日本総領事館に、はい、侵入してですね、はい、男2人女4人、うん、22日午後2時半ごろ、はい、日本総領事館内で主権侵奪安倍球団と書かれた、はい、プラカードを敷地の外に向かって投げました。韓国メディアによりますと男女6人は日本は謝罪せよなどと叫んでいたということで、建造物侵入の疑いで直ちに身柄を拘束されましたと、うん、いうことですね。こんなのね、もし日本で他の国の大使館にやったら大問題、ね、大問題ですよ。でも韓国ではこういうの英雄行為としてね、うん、あんまり処罰さんもされないだろうし、うん、そのなんかね、あのひどいもんだよね。いやー、だから、うん、日韓関係っていうのは本当に、はい、もう冬の時代に、そうですね、もうどうにもならないんじゃないかなと、はい、さらにですね、この竹島において、はい、うん、韓国軍警告射撃360発、はい、ロ軍機領空侵犯と、うん、防衛省は23日ロシア軍の A50、早期警戒管制機1機が、同日朝島根県竹島周辺の領空を侵犯したと発表、はい、一方竹島の領有権を主張する韓国は同日緊急発進した韓国空軍の戦闘機が A50 が領空侵犯したとして機銃360発余りの警告射撃を行ったと明らかにした、うん、日本政府はロシアと韓国に外交ルートを通じて抗議した。竹島は現在韓国が不法占拠しているが、防衛省はレーダーなどで周辺空域の動向を把握している。同省によると韓国以外の国の軍用機が竹島周辺で領空侵犯した例は過去確認されていないということなんですね、うん、はい、だからなんかロシアも揺さぶりをかけてきたのか、そうですね、うっかり間違ってしまったのか、そうですね、まあ、韓国もこれ、うん、日本機と間違って撃っちゃったんじゃないかっていう、うん、そういう説も、はい、はい、ありますけど、うん、まあ、どちらにしろこれはもう日本の領空ですから、はい、これ日本としては外交ルートを通じて抗議したと言いますけれども、それだけでしょうね、はい、またもう韓国は実弾飛ばしたけど日本は遺憾砲を飛ばした、遺憾砲を飛ばしたっていう、はい、やっぱりそれ空砲ですからね。もうちょっと虚しいよね、若干ね。いや本当ですね、うん、なんか、うん、なんかもうそれで終わってしまって、うん、で結局なんかその韓国にこれを許してしまうと、うん、もう実効支配の口実になっちゃいますから、うん、そう韓国が守ったんですっていうとね、うん、日本側もちょっと打つぐらいやってもいいんじゃないのって思うけどね、うん、まあちょっとそこから売れ打ってるのか分かんないけど、まあ難しいでしょうね、うん、遠いからね現状、うんうん、当たっちゃうかもしれないね韓国側にね日本側から打ってばさ竹島越えて、はい、あれっていう、そう、うん、まあ、だから憲法改正含めてやっていかなければいけないんですけど、はい、うん、まあ、憲法改正したところで帰ってくるわけじゃないですからね、そうこの領有権の問題っていうのは、はい、うん、はい、まあ、一回取られてしまうともう取り返すのは難しいので、はい、うん、尖閣っていうのはだからもう取られないように最大限の警戒を、はい、ね、はい、していかなければいけないなと。売り売りさん、参院選も終わったので、うーん、いつも通り売りたちに対する揺すぎ勢を撤回するまあこれちょっとまた、一生懸命、ね、はい、4行5行書いてくれてるんですけど、また読みづらいという、読みづらいというか読めないというか、っていうか、あの、はい、このコメントを全部抽出して、はい、あの一つの記事にしたいですよねこれ何月何日売り売りさんこれって何月何日これっていうそうですね、ちょっとあのこれぜひスタッフの方これ毎回、あ、毎回というか、あの多分履歴が残ってるはずなので、確かにね、ブルマガで配信するしかないから、はい、ブルマガ配信ありがたいんですけど、ありがたい、これ売り売りコレクションを、そう、売り売りコレクション、まあ、これあのほら、あのせっかく頑張ってるんですけど広告落ちると元も子もないんで、はい、もう、はい、なんならニコニコで見てる人は全く伝わってませんからね、はい、そうですね、 YouTube でコメント書いてくれてるので、そうです、はい、YouTube に、見ていただけたらと、今週の売り売り語録として、そうですね、はい、はい、ブロマークかなんかで、そうですね